こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はパイロットのアクロボール 3+1 0.5mm とロフト限定カラーのミントの紹介になります。で、こちらの商品なんですけれど、もうちょっと去年ぐらいから売ってた商品で、まあなぜ今頃というとですね、アクロボールに全くハマってなくて、で、まあちょっとドクターグリップの 4+1 とか使ってるうちに、ちょっとアクロボール、アクロインキいいぞということになって、まあちょこちょこ使い出して、ボールペンもアクロボール若干購入しだして、今回ちょっとこのコロナ明け覗きに行ったら売ってて、購入してしまった商品になります。で、こちらの商品なんですけれど、定価は500円プラス税と、まあ通常商品と全く同じ値段なので、まあ、ロフトさんの限定とはいえ、なかなかいいんじゃないかなっていうふうには思います。これね、確かね、今ね、通常カラーでもね、ソフトピンク、ラベンダー、ライトブルー、ミントグリーンっていうような、ちょっとロフトっぽい色が出てて、これすごい似てる商品が通常ラインにラインナップされるようになったので、まあちょっと早めに紹介しようかなと思いました。で、実はこちらの商品なんですけれど、ミントとピンクがもともと2色出てて、その後最近新色でソフトブルーとラベンダーが発売された商品になります。で、ちょっとね、どうなんでしょう。こちら僕今までアクロボール3はなかなか使ってたんですけれど、こちらはね、ちょっとこう、ここカットされたような形状で、三色ボールペンがついてるっていうような形になってたのが、こうノックタイプがついてるので、この全体的にこう動くタイプのやつ。まあジェットストリーム系もそうなんですけれど、このシャーペン出した時に、ここでも動くんですけど、まあこっちでノックしたら写真が出るというような形で、ここがちょっと不自然に、全体が動くというような形の商品になってしまいますね。まあこれはこれでそんなに悪くないんですけれど、だからまあどっちかと言ったらジェットストリームがんちゃいな、どっちかっていうとこのアクロボール3の方がこのカチッカチッ感があって、固定された感じで使いやすいは使いやすいかなっていうふうには思います。太さはね、若干3+1の方が太いです。ちょっとその一世代前のやつ、4+1なんです。4+1ライトになるんですけれど、これ、値段一緒なんですよね。どうでしょう。まあ僕はデザインはこっちの方が好きなんですけれど、今この4+1ライトも廃盤に向かっていっているので、もう何色かしか残ってないんですけれど、まあ、デザイン見た感じではこっちの方がいいですよね。これはここを押すタイプの、まあ、言ったら4+1、ドクターグリップ4+1と同じ形状の商品になっています。まあ、これちょっと古いかなっても思うんですけれど、まあ、その辺は、まあまあいいんじゃないかななんて思ってはいます。で、クリップのこのプリントの方式も、ちょっとこのライムのカラーに、ミントのカラーに、白プリントなんで、なかなか見にくいかななんて思いますね。このシールがなかったらロフト限定ってもちょっとわかりにくいし。まあまあ、それでもまあ、嫌いというほどではないので、で、どうしてもね、この、全身ミントならいいんですけど、この、バイカラーっぽく、2色で展開してるのも、まあちょっと気になるとこかな。これをやるなら、これジェットストリームロフト限定からもこんな感じなんで、もうちょっと変えてもよかったんじゃないかなっていうふうには思ったりもしますね。まあまあ、それにしても、デザインはそのままですね。こちら2+1なんですけれど、細さ、まあ1色プラスになる以外、全く一緒の商品で、まあここが違うんか、この、クリップがノックされずに、これがノックされるんかな。で、写真が出るっていう形になっていますね。まあ、いずれにしてもなかなか可愛い色なんで、これはちょっと押さえといてもいいかなって思います。まあ、それかまあ、新色の方のミントグリーン選んでもいいかなって思うんですけれど、まあ、ちょっと
僕的にはこのあえてロフト限定カラーをこう抑えてみたっていう感じですね。まあ、アクロボールもねちょっと気になりだして、3色ボールペンアクロボールはこの2色かな、アクロボール32色、それから 2&1 がノンカラー、それから 3&1 2&1 か 2&1 はブラックか、ブラックとノンカラー、それから4色ボールペンはノンカラーを購入してるので、これがね実は意外と思ったよりこのグリップが書きやすくて気に入ってるんですよね。まあ、この辺はねあの安いジェットストリームもそうなんですけれど、ここはなかなか持ちやすくてすごくいいんじゃないかなっていうふうには思います。まあそれとロフトで売ってるのはこの 0.7mm チョイスしてく 0.5mm チョイスしてくれるのがいいですよね。シャープペンシル 0.5mm にボールペンも 0.5mm を扱ってくれるというので、まあ極細 0.5 極細って書いてあるんですけど、まあ当然そんな形にはなると思うんですけど、これはすごく好感度持てるかなっていうふうには思います。ということで本日の商品紹介はパイロットアクロボール3プラス1 0.5mm ロフト限定カラーの紹介でした。と、まあ、また限定品以外にもいろんな商品紹介していきたいなと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。